お前さんは愛から生きてる？それとも正義から生きてる？正義から生きてるんだとしたら、ブー！ Oh my god! Oh my god! Oh my, oh my, oh my god! お前が神だぜ！ Oh my god! こんにちは、ヨッピー・タカピー、吉川貴博、チャラランランランピゲ、白髪まみれ、悟りマスターでございます。どうも、マドモアゼル、こんにちはということでね、マドモアゼル、マイブーム、もう多分今日で最後かもしれないね、2回限りのマイブーム、訪れましたけども、今日ですね、テーマにしたいのは、愛から生きてるのか、それともお前は正義から生きてるのか、どっちやねんって話で、もし正義から生きてるんだとしたら、ブーブーっていう感じね。正義バットみたいなね。正義バットみたいなね。すごいですね。なんかこの相反する言葉が一つに統合された新しいね、言葉が生まれ出しましたけど。正義、ヒーローバットっていうちょっと今日は話をしたいなと思います。で、ね、あの人ってやっぱり自分の中の正義みたいなものをね、だこれが正しいってものを握りしめれば締めるほど、自分もそのね、自分の中にある正義っていうものに縛り付けるし、人のことも自分が持っている正義っていうルールに縛り付けようとするわけですよ。正しい間違ってるの世界から抜けてね、全てを調和、まんまの目、愛で包合した眼差しっていうのが Oh my god の目っていうね、フラットなゼロな目だぜってことね。でこれ僕言葉で喋ってるけど、もう言葉で喋ってる時点で言葉って何かを切り取るためにあるからさ、あの表現できないんですよ本来。だからそうなっちゃうとさ、もう言葉で喋れないから、なんかこんな痛いまたぶつけちゃった、なんかこんなさ、こんなポーズでさ、ずっとさ、始まりから10分間ただ俺がこうやって何も喋らずにこんなポーズだけしてたらさ、面白いね、それはそれでね。1回ぐらいだったら面白いかもしれないけどね、もう2回目から見てくれなくなっちゃう可能性が大だもんね。だからまあ言葉を使って表現してるんだけども、愛ってだからまあ要するに愛って言葉自体も解釈になっちゃうから言葉にできないんですよね。それは僕はあの手この手でさ、ハートとかさ、お前ゴッドの愛の眼差しとか、ゼロとかさ、ね、フラットとかさ言ってるじゃん。それって、どっちが正しい間違ってるのジャッジの世界ではなくて、もう調和なわけですよね。トゥーグーね、トゥーグーね、みんなが大好きなトゥーグーみんな別に好きなわけじゃないかね。インテグレーションね。あ、そうそう、ヨッピー高次元調律インテグレーションマスターだから一応ね、チャラサトリマスターのもう肩書きの方が前面に出まくってるけど、一応高次元調律インテグレーション統合マスターだからさ、そんな肩書きもどうでもいいんだけどね、普通にね、何でもいいと思ってんだけど、そんなのはで、あの結局さ、僕もね、あの散々そういう人生をやっぱり送ってきたわけですよ。またお前かいってツッコミをね、エブリバディからあの僕はウォンチューしてるんだけど今、結局さ、ちっちゃい時ってさ、男子はやっぱヒーローもの、僕らが世代的にサンバルカンの世代なんですよね。イーグルシャークパンサーっつってね、イーグルシャークパンサーっつってさ、イーグルが途中でさ入れ替わるんだよね、違う人に。でなんか日本刀かなんか使う、もうその話はいいわね、ここ広げてもしょうがないからさあとギャバンとかシャリバン、あ、もうすごい大好きだった、また広がっちゃいそうだから、もうこれもねちょっと自粛しておくけどとにかくさ、ヒーローものに憧れて弱い人たちを助けるみたいなさ、正義の味方みたいな、それってやっぱり絶対的に正しいものだって子供たちにとってはもうシンボルなわけですよね。仮面ライダー、ウルトラマンとかさ、いろんなシリーズがあってさ、今でもちびっ子たちは見てるわけでしょ。あ、ママたちの方が夢中になっちゃってんだっけ、イケメンだらけになって、おいママ、おいママな、まあ、特にいいよ、自由だから、それ人の自由だから別に見ようが何しようがさ、でまあまあまあ、あのね、それだけ、小さい頃にやっぱりあの先入観として自分の中に入ってると思うんですよ、正義の味方であれみたいな。でも正義の味方の定義、その正義の味方の中にある正義ってさ、やっぱり絶対裏と表なわけじゃないですかね。仮面ライダー、悪役をどん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 倒してね、殺しちゃったりもしますよね。でも悪役の方にも家族があったりとかさ、悪役は悪役で言い分があるかもしれないじゃないですかね。そういうのをさ、すっげえアーティスティックに描いたのが僕はジョーカーっていう映画だと思いますね。でジョーカーじゃないにしても、あのジョーカーのね、まああれちょっと監督は違うからさ、バットマンの話、クリストファー・ノーランがあの描いてくれたダークナイト、あれもめちゃめちゃいいですよ。あれももう真理そのものを言ってるから、結局バットマンが正義の味方である以上、その相反するエネルギーのジョーカーが存在する。でバットマンはもう金持ちの道楽で正義の味方ごっこしてるやつなんて言ってみればね。
でそれのせいで、まあ、それに匹敵する悪のジョーカーが存在していて、悪のジョーカーの方こそが、おいバットマンよと、お前がいるから俺がいるんだみたいな、お前と俺は一つだみたいなことを言って、どっちが悟ってるのかって言ったらやっぱりジョーカーの方が悟ってるみたいな。でね、この間、大人気を博したジョーカーの映画でもね、違う監督の作品だけど、やっぱりそういう描写が素晴らしくて、正しい間違ってるの世界で生きるっていうんじゃないんですよね。なぜかって言ったら、一人一人の人生は道のりが違うからなのね、全然違うんですよ。ただ行き着く場所は結局ラブね愛への道なんですよね。だからそれが今アセンション統合の時代とかって言われてるのは、まあ死ぬまでの人生の前、もっともっと手前でそういうことに気づく人が増えるっていう時代なんだべってことね。みんな死ぬ前にはなんだいろいろやってきたけどそうだったじゃないかみたいな感じだと思うのよね。あ、なんか俺が知ったかで喋ってるような感じになっちゃうけど、でも僕自身が今ね44でいいの44ってね、うん、そうそうそうね、もうちょっと英語とかも分かんないからさ44でね、まだねその倍ぐらいの年齢を絶対生きようと思ってるからさ、あの分かった口は聞けないんだけど、今の僕ですらもなんだそういうねいろんな道があって自然と調和ね、統合の道を歩んでるんだ、それ悟りっていう道でもいいし言葉は何でもいいんだけど、バランスがねだんだん見えてきて一人一人違うんだなみたいな、そういうのを、まあ、ちゃんとねフラットに伝えれる聞けるみたいな、そういう関係がめちゃめちゃ大事。あの相手のことが嫌いで離れるっていうわけじゃないこともあるわけよ。あの自立みたいなね、巣立っていくみたいなこともあるわけじゃないですか。卒業していくとかさ、素敵じゃないですかそういうのって。でもそれをやっぱりなんか正義とかでね、なんか縛りつけて、いやそれはまだダメだよみたいな、これからはこうするべきだよみたいなことを言ってる人ってすごい自分にそれを欠かしてる人で、でなんでそんなね正義っていうのを盾にしてるかって、正しい、これが絶対正しいんだっていうのを握りしめてるかって言ったら、もうみんなわかるよね俺がこれから言うとしてること。じゃあエブリバディ正義しちゃおうか。せーの、怖いからだよ自分を生きるのが怖いからなんだよ。おい知ってたかお前なあ、俺は最近そういうのを深く深くより深くどんどん気づいてる。すげえ怖いもんね。こうやって生きたらいいんだよ、人としてはこうであればいいんだよみたいな、それらしい答えをつかんで、だからさ、お医者さんとか、学者さんとか弁護士さんとかさ、別にそういうね職業してる人否定するわけじゃないけど、世の中でステータスを持ってるって言われるようなね仕事に就けばいいんだとかさ、高学歴の学校行けばいいんだとかさ、そういうのに躍起にはなってね来ちゃう、やっぱり世の中じゃないですか。僕はねそういうあの学歴はもちろんないから、高卒だからそこにエントリーしたくてもできなかった人間だから、でもその僕はじゃあどうしたかって言ったら、なんかねその卑屈なさ気持ちをさ、なんとか人に認めてもらいたいっていう、そういった思いから芸能界にエントリーね、ちょっと顔がこうねあの曲がっちゃってる、歪んでるくせに芸能界にエントリーね。でもね歪んでるのになぜかね、あの本当にその時はさ、あのナルシストというかさ、あの超勘違いでめちゃめちゃかっこいいって思い込むように、もう自分を一生懸命洗脳してたから、まあなんかねオーディションの時に相手のこともうまく騙せたのか、うまく中に入れちゃったけどね、まあ、もちろんあの最初はね某大手 の有名事務所1年間でクビになりましたからね、それはなるわみたいなね、あの話が脱線しちゃったけども、あのさ結局ねなんか正義なんですよ、これをね手放すのっていうのはすんげー怖いの。だってどっちが正しいも間違いもない世界になってくるからさ。ただだからといってなんていうの、全部をなんか容認しろとかじゃなくて、その中でも自分は自分で生きてるから、自分はこういう体験をしてきてこういうことを素直に今感じてるとかさ、それはなんかね別に過去を生きてるんじゃなくて今を生きるっていうことになってくるし、常にその知りがあることね、いらないものを捨てて新しいものが循環して、でも確固たるものっていうのは自分の中に芯としてねしっかり培われて、基盤となっていくみたいなさ、あなんかちょっと俺ねチャラさとりましたのくせになんかそれらしいしっかりした言葉使っちゃったけど、基盤とかね、うん、まあまあそんな感じで、バットマンのその、ダークナイトかとか、あとジョーカーね見てみたらいいと思いますよ。うん、これめっちゃいいですよ。結局その戦いのね、正義と悪の戦いの中にどっちがいい悪いなんて本当はないんだっていうことに気づかせてくれる。で、それをこれね、僕知識だったらね、こういうこと本当にもう数年前からこういった感じで喋れたと思います。あの当時書いてたブログね、今はもうそれ消しちゃってるけど、あの昔書いてたワードプレスのブログではそういうことすっげー書いてたんで、すごいですよ。今ね、あのデータ残ってるから自分で見返しても。
あーいいこと言ってるなこいつみたいな、本当口だけだなこいつって自分のこと本当数年前の自分の記事を見たら恥ずかしいし、で僕は僕だからこそその素直にね、あの正直に自分のこと分かってるけど、当時やっぱり分かってないんですよ。分かってないんだけどそれらしいことを言わなくちゃみたいな、あ正義というかね、思い込みというかさ、変な完璧主義みたいなところがあったから、それをなんか生きちゃってたというか、うん、だからそういうのがどん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 手放されてくると、正しい正義ね、お前っていう正義じゃなくて、この愛っていう調和、愛っていうのはお前一つじゃない、全部で一つなんですよ。これ宇宙がイコール愛なのね。 OK？ だからパートを開いて、お前ゴッドも愛のことね。お前ゴッドっていうのは一応お前が神だぜ、お前ゴッドって、だから俺だったら俺ゴッドなんだけど、その神っていうのは別に別々に分かれてるわけじゃん。別に別々って、なんか別々ってね、別ばっかりになっちゃって、もう意味わかんなくなっちゃって、今別々のその別の迷宮に迷い込んでしまったよ。お前も俺も別々だよ本当にな。別々じゃねえよな。何言ってんのお前さっきから別々じゃない、ワンネスラブなわけね。分離じゃないの、分離ブーじゃないのね。執着、この間ブーって言ったけど、執着バットの方が語呂がいいと思ったから訂正させてね。ね、本当にお前ごと、尻がるごと、もしくは反対はね、あの執着バットだからさね、ワンネスラブなのか分離ブーなのかっつったら、ワンネスラブ、お前ゴッドっていうのは一なる命のことを言ってる、愛のことを言ってるわけですよ。だからちゃんとそれを見ながら、相手を今この瞬間しっかり見ながら、お前のねハートを広げて、真実を見れる目を養って、耳を養って、鼻を養って、舌を養って、感覚を養って、ありのまんまとつながって生きていくってことね。それがもう正義とか悪とかなんじゃないんですよ。それが結局人を戦わせてるわけじゃないですか。もうその世界から抜けて、でもちゃんと自分のさ、ハートから生きる、それ魂のことね、ハートから生きるってなったら、自分はこういうことを味わって体験してきたから、で今こういうことに気づいてるからっていうのを、正しい間違ってるじゃなくて正直に素直に、あとわからないことは先生わかりませんって言えばいいだけだからさな。正義の味方ずらしてるとわかりませんって言えないじゃんね。仮面ライダーがさ、そんなことしたらさ、もう誰もついてこないっていう、そんな思い込みがあるわけじゃんね。ショッカーがほうひーとかで出てきてさ、仮面ライダーがそれに対して、うん、こいつは本当に敵なんだろうか、それとも味方なんだろうか、あ誰か教えてください、わかりませんさ、仮面ライダーじゃなくなっちゃうでしょ。でもあのそういう時代じゃない、もう本当にこれからは調和ね、フラットハーモニーね、そんな時代、バランスがすげえ大事だからさ、これが正しい間違ってるじゃない、いろんな道はあるけど、たどり着く場所は絶対に一つで、それはワンネスラブ愛。 OK、 お前ごとに響いただろこれな、てな感じで今日もご紹介いっちゃいましょう。お前ごっ、チャンネル登録よろぴくお願いします。ぜひお願いしますね。あのチャンネルこう見てくれてる人のパーセンテージ僕見れるんですけど、半分ぐらいの人がまだ登録してない。お前ごっとっていう検索キーワードで見てきてるだろう。おい、登録しちゃえばすぐに見れるぞ。長い宣伝だったけどガチでよろぴくね。かわいい子で勘弁してね、バイバイ。かい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 、ねえ姫ちゃん、なんでおけちのさ尻尾がそんなにめくれちゃってるのねえ、無事でねえ、でさ前足だけ短いんだよね。ねえ姫ちゃん、ねえ姫子はさ、名字さ不格好っていう名字でいい？不格好姫子ね、不格好家の由緒正しいお姫様ね。そしてここに誰がいるんでしょうか。まるちゃん登場、ハンサムなまるちゃんが登場。かわいいあくび。